はい、はじめまして、精神科医の増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。今日はですね、アドバイスを深く受け取ってしまう人とか、人の評価を気にしすぎる人たちに対してですね、そんなに気にしなくてもいいんだよみたいなことを、まあ、動画で上げてみようかなと思います。で、世の中にあるですね、アドバイスとか評価っていうのはですね、大体そんなに合ってないことが多いですね。まあ、合ったとしても自分には当たってたとしても自分には当てはまらないなみたいなケースって結構あるんですよね。それはよく思うんですよね。僕もなんかいろいろ自分でアドバイスしてる側でもあるし、アドバイス受ける側でもあるんですけど、やっぱりなんかこう相手の立場に立ててないなというかですね、そんな気がします。相手の立場に立ったものじゃないとですね、あんまり正解にはならないですよね。なんかこう主観的すぎたりとか、データや事実に基づいていなかったりするので、まあ正解はっていうのは状況とね、その受け取る、まあ人によって違うので、まあこのアドバイスって本当に正しいのかどうかっていうのはやっぱありますね。なんかで、そのアドバイス受ける側もなんか自分に合ったものじゃなくても、なんか受け、あ、こういうアドバイスを聞いたわって思う人もいるし、ね、逆に自分の主観が曇りすぎてて、せっかくのアドバイスを逃しちゃう人もいるんですけれども、まあなんていうのかね、まあ結構状況によって違うので、なかなかこう相手、まあアドバイスする側としてもなかなか相手の立場に立ってですね、アドバイスって難しいし、逆にアドバイス受ける側も相手はそこまで、じゃああなたの立場に立ててないので、やっぱ話半分で聞くというか、これは自分に受け入れるアドバイス、自分に合ってるアドバイスなのか、やっぱ見極めることすごく大事かなと思います。だからまあ親子といえども、親のアドバイスがすごく大事な、合ってることもない、合ってるわけでもないし、学校の先生といえどもそうだし、友達といえどもそうですよね。親身だからといって、親身に答えてくれたから、答えてくれてるかといって合ってるわけでもないし、まあ逆にね、不親切だからといって的を得てないわけでもないんですよね。で、やっぱり相手の立場に立つっていうのは、感情的な部分ではなくてですね、現実的に、まあ現実的にこうどういうことなのかっていう言いますと、やっぱり状況の整理をしっかりされていて、目的目標とか課題感の整理をされているということなんですよね。で、その上で相手と同じ土俵に立てるわけですよ。だからやっぱりこの絵で描いて、まあ精神科であるとですね、まあとりあえず一緒に部屋を片付けるって感じですよね、相手の立場に立つ時って。で、部屋の片付けをまあ一緒にして、まあちょっとこれゴミなのかなとか、これはゴミじゃないのかなとか、これはね、ちょっと洗ったらいいのと、この食器を洗った方がいいのとか、もう古くなったら捨てちゃうのみたいなことを整理して、で、整理してくるとですね、こんな感じですね、こんなん出てきちゃいましたけど、みたいな感じで、謎の生物が出てくるんですよね。ウサギなのか、魚なのかね、羽が生えてるか、鳥なのかみたいな、そもそもウサギじゃなくて猫なのかとかね、なんかまあ、書いてみましたけど。で、そこで、まあ、恥ずかしがらずにですね、こんなん出てきましたって時に、まあそれでも相手の立場に立てないんですよね。これなかなかね、これでまた客観的にね、いや合理的に考えて、これ何なのかなとか、経験的に何なのかなとか、相手から見るとどういうふうに見えるのかなとか考えたりするんだけど、やっぱりなかなかね、相手の立場に立つのはこっからもう一個先にまた寄り添わなきゃいけないので、まあなかなか難しいですよね。これはなかなかできないですよね。だからなかなかできないので、まあある種の理想目標と思ってもらった方がまあいいんじゃないのかなと僕なんかは思いますね。だからまあアドバイスとか、まあ評価っていうのはまあすごく大事だし役には立つけれども、まあそんなにね 120% 受け取る必要ないんじゃないかなっていうふうにいつも僕はですね思っちゃうんですよね、思ってしまいますけど、だから頑固って言われちゃうのかもしれないですけどねでもまあこういうつもりで、まあ、人の相手の立場に立つってことですよね。その難しさであり、まあね、頑張って立てたらいいんじゃないかな、立ちたいなと思ってますけど、まあ、そんなことを考えながら
今日は診察をしてました。はい、以上でこの動画終わります。もしこの動画を見て、面白いと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。